い、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速夢見の館へ。いらっしゃいませ、ラクゼーションサロン夢見の館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回はアヒル住民と自然がいっぱいのくちばし村に行ってみたいと思います。心地よい夢をご希望かしら。一眠り500ベルでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。はい、ということでくちばし村に出発。はい、くちばし村に到着。お、かわいい、なんか。え、あれは、あれよね、カービィのワドルディ。夢の世界へようこそ。あなたは今、くちばしという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、魅惑のくちばしの世界をご堪能あそばせ。さあ、ということで、着替えていきましょうか。ほら、ワドルディ。え、こっちのもワドルディ？リボンついとる。あ、男の子用、女の子用ってわかりやすいようにしてくれてるってことか。なるほど、なるほど。じゃあ、女の子用衣装を身につけさせていただきます。ん？なんかいろいろと。これだけ残るってことかな。はい、じゃあ着替えていきます。じゃーん！こんな感じで。こんな感じで。くちばし村やけんね。やっぱアヒル住民さんがいっぱいおるということで、自分もアヒルになっていくと。あ、なるほど。もう片方も着物なんやね。じゃ、着物、種類を選べるということだ。なるほど、なるほど。なんかこの村は、自然がいっぱい、アヒル住民と自然がいっぱいってことで、獣道にもすごいこだわってるらしいです。ってことで、あ、一軒目、こっちか。一軒目のお家に、おお、ほんとや、すげえ。あ、ハタがワドルディ。なるほど、ワドルディ大好きなんやね。まあ、かわいい。カービィのキャラの中でも、かわいいキャラやしね。住人さんは、家の中か？家の中かな？よし。じゃあ、お邪魔します。あ、どうも。マップサブローさん。俺はくちばしをつけない。意地でも。意地でもつけないの。まあなんかすごいおしゃれな暮らししとるもんね。なんかちょっと人とは違った感じ。人とは違った感じの生き方をしたいみたいな、そういう感じかもしれない。この床って普通にある床？前でさ？なんかめっちゃかっこいい。かわいいんだけど。いいね、いいね。はい、それじゃあ2階へ。おう、2階は立ち入り禁止なの。なるほど。もうちょっとしたら出来上がりますか。受付の方がいらっしゃるけど。2階もお金持ちって感じやった。はい、そして地下へ。おう、地下も。なるほどね。ま、これからまた、いろいろと出来上がっていくということだ。マップサブローさん。ちなみにこのくちばし村の、この獣道。獣道はね、トイストーリーの村。トイ村。の村長さんに憧れて、獣道のある村づくりをしたらしいです。お、どうも。ミランダ。あら、あなた、見かけない顔ね、なんて。くちばし村の観光客？ようこそ、くちばしへ。ようこそ、くちばしへ。あれ、ミランダっておらんかったっけ？あれか。町森？え、なんかどこかしらにミランダおったよね、どこかしら。え、絶対どっかおった気がする。お、君はもしかして、ノリッペ。だよね。あれ、なんか見かけない人だね。しゃー。お客さんって感じ？
遠慮せずにいろいろ見て回ってね。ノリッペはね、もうポケモリでめちゃくちゃ見てるからね、今。後ろ姿で分かったよ。あ、かわいい。お菓子の家、お菓子の家。ん？あれは。ここの住人さん。あ！ウッディの服着とる。このウッディの服は、まあ、トイ村のね、トイ村からいただいた、マイデゾということで。ディミさん、くちばしちゃんつけてる？つけてるつけてる、お揃いだね。はい、お邪魔します。あ、かわいい。くちばし、くちばし。でもこの子たちにくちばしはないよ。この子たちは？こっちはなんかイベント系の、ね。イベント系の動物たちやけど、この2匹は、この2匹は食べられたわけじゃないよね。くちばし。くちばし、くちばし。くちばし教の信者。この子たちは犠牲になってしまった子たちなんだろうか。この2匹、ネズミだし、鳥に食べられた？いいね、似合ってるね。このくちばし村ではね、マイデザ。他の村の人たちのマイデザ？竜が如くの衣装だとか、トイストーリーの衣装が住民の中で絶賛流行中だそうです。君はカモミちゃんじゃないの？ちょっと待って、傘回しちゃった。あら、お会いするの初めてですね。どうぞ、くちばし村を満喫していってください。何故？何故？何故と言われても。お、美味しい果物がいっぱい。いいね、いいね。あ、カモミちゃんも、なんかよく見かけるなと思ったけど、ポケモリか。何この道。不思議な空間に続きそうな感じの道。埴輪に導かれて、あ、この奥に家があるやん、一軒。なんかちょっと和風な感じ、お。住人さん。マップくん、このくちばし邪魔だな。って文句言いながらもつけてるんだね。この村の決まりなんかな。それでも最初のマップサブローさんはつけていなかったけどな。お邪魔します。和風だ、和風家も。いいね、いいね。やっぱ和風な感じの家、落ち着くね。しかもこの服装やけんね、より一層。お、でもなんかテレビはちょっとデカめ。いい感じにデカめ。いちご大福やん。昔からね、いちご大福ってめっちゃ見た目的には気になっとるし、美味しそうやなって思うんやけど、和菓子が食べれないっていうね。食べれんもんでも美味しく見えてしまう、この意地汚さ。はい、そして、あとはあれかな？村長さん。村長さんのお家が。ん？村長さんの家は、あ、こっちの真ん中、村のほぼ中央に位置している、この家が、そうかしら。お。君は、たっくん？君は誰だい？見たことないってことは、そうか、君はいつしか出会う運命の人なのかい？何故？あ、ワドレディの服着とる、かわいい。え、君は、あれだよね。マリモくんだよね。マリモちゃんか。よそから遊びにいらしたんですか？ずっと男の子やと思っとった。ここは夢いっぱいのくちばし村です。どうぞ心ゆくまで探検してください。ぜひぜひ、てか服かわいい。服かわいいよ。ちなみにこのマリモちゃんは、喜怒哀楽の表情がすごいアヒル族。マリモ邸にある洋式トイレやくちばし村七不思議の一つだとか。え？マリモちゃんのお家はどこ？ここかい？ここたっくんか。こっちか。あれ？マグロちゃんだった。マグロちゃんだった。ちなみに村長さんは、あ、これ村長の家？だね。ちなみに村長さんはマリモちゃん推しらしいです。マリモ、お、もしかしてこの辺、
大好きってことはマリモちゃんだね、これ。マリモちゃんのお家。ああ、入りたかった。入りたかった。けど分かりやすい感じに。なんでちょっと、ずるい落とし穴の種とか置いてるんだ。なぜなんだ。あ、村長さん。かわいいくちばしの村。ミピ村長さん。そしてワドルディたち。お邪魔します。おー、え、かわいい。え、めっちゃかわいい。いいね、いいね。これ、ウッディの服と、あ、これ私と同じやね。あ、クローバーはついていないけど。ようこそって感じ。村長のお家へようこそ。あ、カバンがワドルディや、かわいい。マリモちゃんとワドルディ推しなんやな。はい、それじゃあ、左の部屋へ。あ、かわいい。お誕生日をお祝いしてるの。やっぱり、マネキンたちもみんな、くちばしをつけて。キティちゃんの格好をして、誕生日パーティーか何かかな。かわいい。いいね、いいね。あ、壁にめっちゃ服がいっぱいずらーっと並んである。あ、多分この辺が、ま、この、こっち側ね、ワドルディの服。そしてこの辺、トイストーリー、ウッディの服と、で、こっちが多分、竜が如くの服とかの色。この辺、おしゃれ。めっちゃなんかセクシーになりそう。え、いいね。めっちゃかっこいいね。で、この辺の、マイデザはいただき物らしいです。はい、そして、奥の部屋。奥の部屋がね、ミピ村長さんの、自室。自室で、ワドルディ部屋。あ、ピンクもいっぱいやね。すごーい。みんなね、ステンドグラスの中になんか自分の推しキャラみたいなの入れるよね。めっちゃ可愛い。見て、めっちゃちっちゃいマグカップに見える。マグカップにもワドルディ。で、巨大なテディベアにもワドルディが着せられてる。こっちの、何気に密かにね、横にある、ちっちゃいテディベアにも、ちゃんとワドルディの服が着せられてるんだよ。で、ほら。このワドルディ愛に満ちた、プライベート空間。これベッドも、布団がワドルディ。いや、かわいい。めっちゃかわいい。すごい愛嬌ある敵やもんね、ワドルディ。私はカービィはよく知らないけれど、かわいいキャラやなとは思っとる。はい、そして、右側の部屋へ。お、右側は、トイレ。これは、仕切りとして使っているということでいいよね。多分、ベッドとしてではなく。トイレめっちゃピッカピカやん、やば。超頑張って磨いとる感じ。キュッ。トイレ掃除したらなんかいいことあるっていうよね。はい、そして、2階へ。2階はね、くちばし記念館らしいです。くちばし記念館、そういうこと。なるほどね。もうマリモちゃん優勝やね。マリモちゃんはもう殿堂入りやけん、くちばし会の中でも。で、この、すごいな、めっちゃいっぱい。もしかしてこれ、アヒル族全員ってこと？やば。めっちゃ可愛い。私的には、誰だろうな。やっぱカモミちゃんめっちゃ可愛いな。この子も可愛い。この子誰？アンヌ。ふんふんふん。カモミちゃんの素朴な感じが好き。好きな言葉、日に一度憂鬱にならぬ者は愚人なり。何も考えてないってことかな。いや、かわいいわ。カモミちゃんとピータンいいな。好きな言葉、アヒルに山の芋。どういうことなんやろ。猫に真珠猫に小判。豚に真珠的な感じかな。わからんけど。多分そんな感じ。そして、地下は儀式の間らしい。何の儀式？
儀式の間。あ、でも、デカデカと飾られてるのはワドルディ。そしてこっちにマリモちゃんの写真があって、くちばし。そして、魔法のランプ。なんだろうか、一体。日に一回ここにマリモちゃんが召喚されているんじゃなかろうか。そして自分もいつか完璧なるアヒルになろうと。今は、こうね、くちばしを、まあ、つけとるだけやけど、そのうちちゃんと本物のね、くちばしが生えてきますように的な儀式が。すごいな、なんか。くちばしへの愛を感じる。くちばしへの愛とワドルディへの愛をすごく感じる。そしてやっぱり、獣道作るのめっちゃ大変なんやろうなって思うもんな。ね、ちょっとでもサボったらさ、なくなってしまったりとかするらしいやん。私は獣道を作ろうとしたことがないから、あんまりわからんけど、なんか、らしいけんさ、すごいなとめちゃくちゃ思う。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。思ったけど結構なんかこうカービィファンの人って多いよね。私は昔アニメをちらっと見よったっていうぐらいかな。ちょっと知識つけていこうかな。